トレホンでアルドスはスペイン・マドリード州のムニシピオ。トレホンの名は中世から存在していた。そこには貴族に仕える中騎士たちが暮らし、監視塔があった。アルドスとは市内を横断していた小さな川の名称である。空から見た中心部11世紀にアルドベア城が築かれるとトレホンでアルドス村が生まれた。アルフォンソ7世時代の1118年。 カスティーリャ王国はアルカラデエナーレスやその周辺の土地を再征服した。この征服地には教会にあるトレホンの建物も含まれていた。1554年までアルカラを中心とする行政区の一部であった。その後独立した自治体となり、スペインシュザ大司教であるトレド大司教の支配を受けた。トレホンの村を購入しようとする者が数名現れた。あと、 1575年に、フェリッペ2世が、王領にトレホンでアルドスを加えた。1906年、挙式後のパレード中であった国王アルフォンソ13世と、王妃、ビクトリア・エウヘニアの馬車に爆弾を投げつけたアナーキスト、マテオ・モラルは、トレホンでアルドスへ逃亡し、地元の居酒屋で食事を、取っているところを、地元住民に見つかり通報された。彼はおとなしく逮捕されたが、 トレホンでアルドスの兵舎へ連行され、そこで銃で自殺した。20世紀まで村は本質的に農業と落農で成り立っていた。それから40年後、軍事基地が置かれ、中心部に国立航空宇宙技術研究所の実験施設が置かれたことで大きな国家設備が導入された。1955年からはフランコとアメリカ合衆国の合意の下で、 アメリカ空軍が、トレホンでアルドス空軍基地に駐留するようになった。1992年にアメリカ空軍は撤退し、スペイン国防省が完全に管理下において、軍施設は病院、ホテルやゴルフ施設に転用された。ありがとうございます。